試合連続まあまあ気長に行きましょうや。こんばんは。ちょっと今日の動画をアップデートしながら喋りますね。こんばんは。さあアップデートしよう。こんばんは。ともり、サバサンド、ヤスノリ、ノボル、ミャミャミャ、リザード、クマ太郎、ロンロ、コトネ、ミャミャミャ、ハートの風船ありがとう、シーちゃん、プルプル、ホクペン、ともり、フォーマ、松村さん、ファントム、ヴァンパイア、阪神優勝、イーナ、ケンザブロウさん、ユキさん、コトネ、コバンありがとう、コトネ、バラもありがとう、パーフォリン、コバンありがとう、ロンロ、雪の女ありがとう、V フォント、ヒコイチさん、シーちゃん、ハットありがとう、ロンロ、雪の女ありがとう。おー、正座して正座してんのかいな、ケンダブルーさん。ね、そう、ほんとそう、比嘉投手の、見れてよかった。スイニートット、ヤスノリ、セクトパス、カムサハ、ムリダ、エム太郎、ハットありがとう、ケンダブルーさん、パンありがとう、チズコ、ヤフカラホー、月広、こんばんは、ロンちゃん、こんばんは。特別ですね、やっぱりね。え、あのさ、比嘉投手ってなんで今日なんですか。学園、こんばんは。まさか、いや、なんか投げそうやなとは正直思ってたんですけれども。あ、そうやねん、健三郎さんね。松村さん、雪の女ありがとう、太田明、ジャイアン、ヤッホー、ヤフカラフォー、ハートありがとう。私の知識不足なだけかもしれないんですけど、え、引退試合を断ったとしてもなんで今日なんですか。そのセレモニー、ヒロ、こんばんは。セレモニーとかやりたくなくて、せな柄じゃないから断ったっていうのは見たんやけど、なんで今日なんですかって思ってた。あれ、今日最後なん、今日がだから実質引退試合、今日が実質ラスト試合ですか。それすぎ、小田選手まだびっくりした。リンゴ、こんばんは。え、なんかそのあの T 岡田選手、うん、あ、明日か。横浜くん、こんばんは。いや、さすがにちょっとするのはあれやけどな月広、バラありがとう、タケ、こんばんは、コータン、おつ、カレー、ありがとう。だって今日 T 岡田選手も足立選手も小田選手もさ、並んであの記者席のところで見てらっしゃったじゃないですか。ユッキー、こんばんは。ルンルン、シューティングスター、ありがとう。なんで今日なんやろ。で、宮城投手とか山岡投手も、あ、ほんま山岡投手もいらっしゃったじゃないですか。なんで今日なのかな。だってしかも残りさ、まあ、数えたらホームでの試合まだ 3?4?5?5 か、1人1回できるぐらいはさ残ってるのにさ、なんで今日なんですかって思ってた。どんちん、雪の女ありがとう。え、じゃあもう今日で抹消ってこと、もしかしたら。ユッキー、誰もありがとう。だからめっちゃもう最後の空気感やったやん。で、中島監督が、あ、てかなんかエモかったよね。あれ、あの椋木投手が投げてる途中で一回マウンド集合の、かっくん、こんばんは。一回マウンド集合して、で、中島監督自らマウンドまで
行きはって、うん、いや全然ありそうやんな。だからそう、今日がほんまに最後なんて思いながら見とってんけど、どうなんですか、その辺って分からん、みんな感覚で喋ってる。え、あれかな、やっぱ T 岡田選手とかあのベテラン勢の皆さんが見に来られてたから今日が最後みたいな。あ、明日から舞島って記事が出てます。あ、本当そうなんだ。まだ投げるかもしらんやんな。でもな、なるほど、その記事が出てるからって感じなのかな。そう、中島監督しか自らマウンドに行って、引退される選手の方がいらっしゃるんだけど、まだ試合自体はあんねやんか、まだ、9月24まで京セラドームであるから、まだ引退しないはずなのに、今日めっちゃ引退っぽい空気感やって、ラスト試合の空気感やって。モロコシスッチーこんばんは。あー、見たしーちゃんね、エモいね。え、そうだからなんでなのかなって、どういう合わせ方なのかなと思ってたけど、記事が出てんのか。記事が出てんのと、あれ、ベテラン選手の皆さんがたくさん集まってらっしゃったからっていうので、あれですか、たくさん集まってたからっていうので今日が最後っていう認識にみんながなったっていう。三つ五郎さんこんばんは。っていうこと、でも今日最後って知らん人絶対いっぱいおると思わん。カッチンこんばんは。マナが情報遅いだけかな。ね。祈りが通じたとか、マックスともこんばんは。でも最後までね、素敵だったね。引退される投手の方が投げる場面じゃない中で投げてたじゃん、正直。でもね、本当に感動しちゃって、結構今日も YouTube 撮ってんけど結構ルール来ちゃいましたね。そうやね、みんなどんな気持ちで見てんのかなって思ってた。パッパッパッパージャマで、どれやっけ、ルンルンシューティングスター、ありがとうね。今のソフトバンクにっていうのはもちろんあるとはいえ、ちょっとね、頑張ってもらいたいですね。マッチハート、ありがとう。キャズエビこんばんは。うん、あ、本当そうなんだ。ユッキーこんばんは。ふうくんこんばんは。ヴァンパイア雪の女王ありがとう。孫悟空、エル特急カモンメ、ミライ、サノマルママこんばんは。あさって勝てばマジック、もうそんな感じなんや。とも雪の女王ありがとう。もうそんな感じなんや。マジック点灯？そんな感じなのもう。早いね。そんな感じなんや。オタク、すごいじゃん。てか強っ、巨人。そうなんや。
そうはいはい、もどきさんね、はいはいはい、そうだろうね。そうなんよ、めちゃくちゃ悲しい。結構さ、今日も YouTube 撮っててんけど、うるうるしながら見てました。MJ こんばんは、マイチこんばんは、ともだるまありがとう。応援してください。どうしよう、気持ちはどの球団も平等に応援してます、セリーグはそうなんや、寂しいですね。なんか単純にその2016年に私がビーズガールズの現役の時代を共に戦った選手の方、共に戦ったなんてちょっとおこがましいか、同じ時代を過ごしてくれたっていう言い方でどう？ MJ マリありがとう。どういう言い方したらさ綺麗ですか。2016年私がビーズガールズとなって、ゆうやくんこんばんは。あ、そうだったんだ、うん、見てました。あ、そうやったんや。マイチアイスありがとう。 MJ ハートありがとう。これそう、ちょっとツイートしようと思ってたん、この文面一緒に考えて。2016年の私のビーズガールズ時代、野球を初めて観戦した時に戦っていたベテラン選手の皆様が続々と現役引退。あ、でも綺麗か別にこの言葉。まーちゃん大好きこんばんは。ああ、そうやったんや。へえ、うん、あ、本当そうなんや。カープさんそうなんですね。エマルンピこんばんは。うん、いいか。武井ゼニーこんばんは。私がさ2016年ビーズガールズやってた時代のにいらっしゃった選手の方ってもう宗選手と西野選手だけですか、来シーズンから。オリックス詳しい人オリックス詳しい人で募るやつ。浅香豪こんばんは。ツイートするわ、じゃあ今それ。あ、そうだ、平野投手だ、その通りやわ。今年対決できてよかったそうやねん。あ、若月選手もか。あ、そうか、伊藤選手のイメージが強すぎて。若月選手もそうか、確かに。2016からいらっしゃる方は若月選手、平野選手、宗選手、西野選手か。4選手ですか。でもなんか特別なね。あ、大城選手も、すいません、結構いらっしゃいました笑われへん、すいません、すいません、めちゃくちゃいらっしゃいました。大城選手もです、確かにそうだわ。あ、杉本選手はそうだね、バリバリファームでやってらっしゃった時代じゃないですか。つっつーこんばんは。メモっとくわ、ちょっと待って。宗選手、西野選手、杉本選手、平野選手、佐野選手、大城選手。大城選手も同期か。大城選手同期なんだ、私。同期ってちょっとね、おこがましいなぁなんて思いながら。そうね。あ、そうなんだ、そちらの田島さんやったんや。トレンド入ってたね。ラインポンこんばんは。あつおこんばんは。あ、山田選手もかも、確かに。杉本選手って同期やったっけ。今だから2016年のさ写真ちょっと見返しとってんけど。翔くんこんばんは。カスタネットこんばんは。トリック坊主ゆきんこありがとう。みんなやっぱよく知ってるな。え、若月選手はいつ入団やったっけ。杉本選手か。
うん、今日のマナティの投稿素敵でした。あの引用してくれてたのも見たよ。先輩やな。2015、1個先輩の代に当たりますね。まあ、先輩という概念が正しいのかちょっとわからないですけれども、うん、ゆきちゃんこんばんは。そうだよね。マングースこんばんは。うん、結構寂しいなマジでな。うん、59位ありがとう。2015ドラフトで2016ルーキーだった。あ、そうなんだ。杉本、あ、そっか、去年ってか言ってたね、吉田選手のラストの時。そっか。マックスシューティングスターありがとう。トリックポーズこんばんは。まさか大城選手も同期なんだ。ここ、杉本、え、杉本選手そうなん、16年入団じゃん。同期やん。同期とか 言ったあかんやろうけど同期やな。うん、あ、今日山岡投手もいらっしゃった気がするぞ。小田選手寂しすぎる。普通に山岡投手って確かにそうかも。あれでもどうだっけ、山岡投手もうすぐお誕生日やね。本当に見たらいいの。プレミア12になったのは2019年やけど、2016ドラフトってことは、私たちがビーズガールズじゃなくなってからの1年かってことだよね、きっと。みんな詳しいね、やっぱり。俺も引退も頑張った、ありがとう。竹瀬に頑張った、ありがとうございます。何事も永遠ではないので、押せるときに押さないとねって思わさせられるよね、こういう引退とか、あの目の当たりにすると本当に心からそう思いますよね。なんか寂しいよね、素直に。だって全然小田選手はまだやと勝手に思ってました。寂しい、めちゃくちゃ本当に寂しいよね。いろいろと噛み締めてしまうね。いや今日見に行けてよかったな、ほんま。見に行くか悩んだんですけど最後まで。みやびさんハートありがとう。まあでもだいぶさ声ももうええしなと思って。今年は名選手の引退が多い気がする。ああでもそうだよね、青木選手もね。確かにすぎる。ちょっと編集しながら、あ待って、やゆちゃんのサムネ作らなあかんねんな。でもこの比嘉投手の先やりたくてさ、うん、寂しいよね本当に。まあ、そんな一日、今日はそう野球観戦に一人で行ってきまして、あーそうカレンタン合ってんな。そうカレンタンの写真載せるか、今載せていい。そうそう、なんかいやカレンタンはいつでも載せてって言ってくれてんけどさ、なんか卒業発表してすぐのタイミングやから、なんかカレンタンが SNS に載せてないのに自分載せるのなんかちょっとあれかなと思って載せてなかったけど。そうお疲れ様でしたほんま会えてよかった今日ほんまに、うん、あーライオンズね、見た見た、流れてきました。いやめちゃくちゃ寂しくなるよね正直さ。うん、今日京セラダウンに感染NMB ホテイトさん、ハラカレンちゃん、会えた。うん、よすぎとりました。いいね、
マースさん、こんばんは。偶然だったけど、はい、嬉しかった。バファローズ悔しい。あー、どうしよう、違うな。うん、共通の趣味を通じて、共通の趣味をち、あ、エイジさん、こんばんは。みんな大阪帰れたんかな。大阪じゃ、地元か、帰れた。ちゃんと共通の趣味を通じて一喜一憂できる素敵な織姫仲間。悔しい試合が続きますが、共通の趣味を通じて一喜一憂できる素敵な織姫仲間ができて、できて、嬉しいな。どう？叩かれる？アリスが、こんばんは。一緒に観戦しておくれやす。なんでそんな京都弁なん？できて嬉しいな。卒業後、あ、日体フェスに向けて、そことかけてるんか、もう分からんかったわ。うん、ほんま、そんな暑かったんや。アリス川、ハートありがとう。エイジさん、フリフリありがとう。あ、そうやね、そうやね、そう、だからあげていいかなと思って。一緒に野球観戦できますように。残り期間悔いなく頑張ってねみたいな感じでいい？ビーズ、記念日、ポテト、うんうん、あー、ほんと？ありがとう、いろいろ伝えてくれとったんや。じゃあカレンタンとの写真あげようと。京セラドーム観戦に行ったら、うん、いいんじゃない。はい、つぶやくで、みんな1位ね狙ってやいくで。3、2、1、はい、1位ね選手権です。パッパッパーパッパッパーパッ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 。うん、すこぶりの帰宅です。おかえり。お部屋めちゃくちゃ暑いんじゃん。チュル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 。完璧ですね。見てました。OK、投稿できましたね今。みんないいね押してきた？7いいねあった、もうすでに。さあ、1いいねはこの中にいませんね。
すいません、1いいねの方この中にいませんなんでなんで1いいねできんねやろね。だってさ今はさあのすごいどういう原理なんやろな、みんなにだって今からだよって言ってやってんのにほんまにすごくない？どういう権利なのそれな。トシピーこんばんは。見ただからあのタイミングだよな、こういうこうやってやって、この中に1位の方いらっしゃいませんかほんまそれね。ヨシーパパこんばんは。怖い、うん、あそっか、ショールームの方がそっかタイムラグあるからか、確かに、そっかそっかそっか、そういうことか、そうだわ確かに、うん、そうなんですよ、うん、そうなんです、そうなんです、まあ難しいね、いろいろね、うん、してへんよ、自分でいいねしてへんようんちゃんこんばんは。確かにそれしたら最強説やね、確かに確かに、その研修やってほしいな、あの水曜日のダウンタウン、自分で投稿して自分でいいね押したら自分が1いいね説そういいね遅れた、えでも結構早かったよ、ちなみに結構早かったです、皆さんありがとう。はあ、そんな感じでまあツイートもできたということで、かゆ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 、そうやねんな、いやあの実はバタバタさんなんですよ意外と、こう見えて私、うん、そうね、 X だけ開いて待ち構えてた方が1位に狙えるらしい、ショールーム閉じてってことか、うやこんばんは、でもそういうのあるやろなほんまにな、確かに好き、トラジローこんばんは、その説悲しい、間違いない、確かに自分が1位じゃない方が、だからめちゃくちゃフォロワー数が多い方がそれをやるとどうなるかっていう検証ですやんわかりますか、そういう検証です、うん、おーすごいね、よくよくわかるね、あれこの写真そんないろいろ写ってたっけ、すごいな、ようわかんな、パッパッパッパー、あほんまや、確かに14って書いてるわ全然書いてたわ、パジャマでパパパパティー、ね寂しいね、ほんとなんかさめちゃくちゃ引退なんか仕方ないんやろうけど、めちゃくちゃ寂しいな、アリス川ハタリアとトラジラもハタリアと、結構寂しいですね、そうなんですよ、うん、ああまあそんな感じですね今日は、ただただ野球を見に行って私楽しかったですという報告をする、そんな一日でございました。トゥ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 、うん、あ見た見たそのツーショット、うん、わかる、あこの内藤選手なんか良かったよね、あっこってさ順当に行くと杉本選手でしょきっと、後ろのおじさんがそうやって言ってたのそう後ろのおじさんがそうやって言ってたんですよ、でだからそう順当に行くと杉本選手やけど、ここで内藤選手を入れるっていうのが中島監督の面白いとこやなって後ろの方が言ってたでその後に比嘉投手が投げて、でちょっとやっぱなんていうのかな、あそうなんだ比嘉投手が投げてやっぱちょっとこう空気感が一個上がったというか、うん、やっぱそうなんだ、あーなるほど、ざわついてた、へえ。わかる、そうやね、周りの詳しい方のおしゃべりって面白いよね、聞いてたらまさに副音声聞いてる気持ちやんね、そうなんですよ、なんかでそんな感じでトラジロ雪んかありがとう、
そうそう、なんかね、何をと思ってやったっけ、ああそう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 、比嘉投手が投げ張って結構空気感がやっぱ変わって、え、結構うるうる来ちゃった、あの耐え、なんかここがほんまに最後かわからんから泣くのはちょっと違うなと思って、うん、あそうだったんだ、本当に NMB さん2人もいたんですね今日、そうなんや、であのやっぱ比嘉投手が投げてこのまま比嘉投手を最後勝ちで終わらせたいっていう気持ちがなんか紡いだのか、太田選手がすごいいい打球やったやんけどね、京セラ広いねやっぱね、ホームラン狙ってほしい、あのでも内藤選手が一発目から振りに行ってたのがすごい高評価だったよ、後ろのおじさんたちはなんかそうそう、すごい寛大な方々やって、経験や経験、何でも振ってこい経験やって言って言ってらっしゃいましたね、うん、雰囲気になりました、なったね、なりました、あの辺ぐらいからも結構感動タイムやったよね、語りたい、みんな語るタイプなの、実際野球見ながらどうなんですか、高見こんばんは、 MJ レターありがとう、そうなんですよ、うん、同じこと90で言ってるみや経験や経験言うて打撃コーチやったんかも、後ろそうかも、うん、あそうだね、確かにね、惜しかったですね、うん、ね、どなただ10億円投手ってどなただったっけ、その時誰が投げてた、あーそっか、そうだね、なるほど、確かに惜しかったね、確かにね、うんうん、小田島投手も出てきてね、いやー寂しいですね、素直にね、でもお客さんめちゃくちゃ多かった、うん、語ってた語ってそう、うん、うんうん、仕事と同じ、あーそうなんだ、もうだから見てる場合じゃないってことですか、言ったら、へえ、アピールアピールってことか、うーんね、その後の当たり全部良かったよね、でも比嘉投手が終わってその後3人ともすごいいい当たりしてたけど、なんか守備にも向こうのホークス側の守備が結構強でしたな、本当に、まあそういう日もあります、そういう日もあります、実際ね、そうそうそう、さあということで今日はもうちょっとじっくり野球観戦できて、私はもうお休みモードでございますはい、なんで今日はちょっと早いんですけれども、もう終わろうかな、なんつってって感じやな、みんな明日からあれですか、お仕事学校などなどそんな感じの日なのかな、そうドームはそう涼しいからありがたい、今日だって球場行くまでもめちゃくちゃ暑かったもんね、今日からやった、うん、野球語ること、さすがのコミュ力やね、よく野球球場はね、でも京セラ行ったの久しぶりやったけど、でも多分これが最後の観戦で今シーズン、ジャクソンさんバラありがとう、こんばんは、今日も昨日もお仕事しても、うん、お疲れ様、私今年どんだけ行ったのかな、サムライジャパンに3月に行って、それはまあシーズンとは別個でしょ、開幕してから開幕してから系のシーン、こんばんは、ミユと行ったのが最初、ガイア、あれ4月とかや、あれ違う、もっと行ってたか、あれ、あもうないねんな、うん、終了でした、お疲れ様高見、ペットボトル4本飲んでまだ大変かった、
暑かったもんね、ほんまに。うん、借金生活に突入。あれまだ最初待って、ちょっと SNS 見るわ。何やっけ今シーズンの最初って。どこ、あ、西武ドームか最初。ちゃう、私、あ、待って、これも見に行ってるやん。これいつの、何、しーしーしー、これちーちゃんと、ちーちゃんとカレンダンと見に行ってんな、言われてみたら。ベルーナが最初があれか、最初がベルーナ今や。タイから帰ってきて、あー、そっか、宮崎キャンプ行って、タイ宮崎キャンプ行って、侍ジャパン行って、うん、オープン戦じゃないよ、5月17。あ、サラさんこんばんは。めっちゃタイ料理食べてたありがとう言ってくれて。え、西武ドーム行って、そうね、ミュートガイアで観戦して、あ、副音声もあるよ、その間に副音声坂口選手とお話しさせてもらった副音声、これや、4月16日、これが副音声合わせたとして、ベルーナ、副音声は楽天戦、ミュートの外野で見たやつ。あ、そっか、これちーちゃん、これちーちゃんとカレンタンといったやつはオープン戦か。え、オープン戦載せてないのもの。あ、でもタイのお土産渡したのは、そういえば2人に。どんどん思い出してきた記憶が。これや、オープン戦行ってるわ、3月23日。うん、水分そうそうそう、そうだ、交流戦、オープン戦だから開幕までにまず2回行ったのね、京セラに2回行った。で、開幕してベルーナで4月16日副音声、ほんで、ほんで、トラジロー音符ありがとう。んで、ベルーナ行って、ベルーナ行って、タイフェス、これ、これガイアや、ミュート、ガイアで見て、これは、でも外野だよな。ほんで東京ドームや、巨人戦、交流戦行ったな、東京ドームな、懐かしいな。東京ドーム行って、ほんで織姫で真央と見に行ったやつね、見に行って、でマリンの大雨の風邪ひくかと思った試合で、その後もう一回マリン、弥生ちゃんと行ったマリン、んで今日かな、そうそうそう、南と行った7試合かも。ちょっと少なかったですね。え、3月4月に約開幕として4、5、6、7、8、9、6ヶ月、ああ、まあまあそんなもんか、月1ペースで見に行った感じか。そんなもんやな。ベルーナ、ベルーナ、ミュートガイアで見たやつで、ミュートガイアで見たやつ、ほんで大雨のマリンで、ヤユちゃんと見たマリンで、マオと見た織姫で、副音声今日かな、なんか忘れてる気するけどな、 YouTube 見るわ。
あでもそんな感じやねやっぱね。まあまあでも月1ぐらいで見に行ったのか。うん、いや間違えない。そうね、東京は長かったから確かにそうかも。確かにそうね、関東今年そうね、だってあんまり京セラに行かれへんかったなって今日かみしめながら思ってました。確かに、まあいい思い出ですね。もう一試合いけるかなって感じですが、まあ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 、はい。でも今日比嘉投手の素晴らしいピッチングが見れたので心にグッと噛み砕きました。トムこんばんは。はい、ということでちょっと早いんですけどランキング見ます。うん、言ってたような、あ試合見ないのに言ってた日もあった。それ何やったっけ、それ何かあったよね、何やったっけ。13H さん、ハヒフヘほーありがとう。12ユキチャチャチャありがとう。11上カレンでも下カレンでもロンロさんありがとう。10位ケンザブロさんありがとう。おにぎりありがとう。9位トム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 ありがとう。8位松村さんあり、松村ありがとう。7位トラダムドーンちゃんありがとう。6位 MJ さんファンありがとう。5位ゴーゾネおやすみなさいありがとう。よい高弘月色双子ちゃんありがとう。3位みやみやみややねんありがとう。やーねんありがとう。2位こうたんたんたんありがとう。おそして流行る第1章先輩はずんだら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 パーン竹ゼニーありがとう。ゼニゼニでした、ありがとうございました、ありがとう。すごい頑張ったがやっぱありがとうございます、嬉しい。カップンカーね、久しぶりだね。そして本日のハッピーラッキーキーパーソナリティショッキングピンク人間さんはパン、おルンルンだ、すごい、ありがとう、ルンルン、ありがとうございます、ありがとう。事務所に今ね確認してもらってるので、また多分あれだと思います。はい、ということでみんな、あてか和田選手本当にね寂しいよね。まあ、その話はまたお話し会とかでしましょう。寂しいわ。でもね落ち着いた、あら幕が降りる、うん、そう応援する気持ちって本当に大事。応援する気持ちというか落ち込まないみたいな気持ちも一種大事ですからね家に帰るまでが遠足です。ありがとう本当に。幕が降りるということで皆さん今日も一日お疼れ様でした。10月の19日20日タイにてやって、違います、日体フェアというタイのイベントに参加させていただきます。京都駅にあります梅小路公園、七条広場というところでどなたでも無料で見れるイベントになってます。私はそこでライブを2日間ね、日本で初めて、一人でライブをさせていただいたりだとか、お話し会などの特典会もある予定です。ぜひ19日20日遊びに来てもらえたら嬉しいです。忘れんとってください。京都でありますのでぜひぜひ、あ一駅なんだ、京都駅かと思ってた。ぜひぜひお楽しみに。どなたでもね無料で見れるので、はい、日焼け対策もちゃんとしてください。普通に私がいなかったとしてもすごい楽しいイベントだと思います。お楽しみに。はい、それでは皆様今日も一日ありがとうございました。また明日、それではおやすみなさい。お昼に配信するする詐欺してすいませんでした配信するする詐欺してすいません、なのにちゃんと夜来てくれてありがとうございました。おやすみなさい、ファンディーナカー、今日もありがとねみんな、おやすみなさい、バイバーイ。
それな、すまんね、ごめんね、待機してくれてた、ごめんな、ごめんな、ほんま普通に。バイバーイ。すいません、やろうとはしたんだけど、はい、やろうとしてやっぱちょっともう無理か、時間的にってなりました。バイバーイ、おやすみなさい、またねー、バイバーイ。 YouTube 編集します、荷造りもします。いや違う、ライブはこのイベントの中でライブがやってるので5時からではない、このイベントが5時に終わるので、ちょっとタイムスケジュール次第っていう感じでございます。5時からではないです。でもまたね、でも特典会はそんぐらいからになるかも。うん、あ、そうなんだ、ありがとう、ぜひぜひ。あ、モレルさん今日じゃなかったんや、あれアップされてたの。そうなんですね、ほんなんねー、バイバーイ。